高2男子高2女子のお願い聞いてあげる。自称高2男子高2女子が言ってもらいたいセリフをエロいお姉さんダーリオと変幻自在のお兄さん翔太くんが心を込めています。それでは早速参りましょう。京都市ペンネーム黒野しずくさんの作品、翔太くんに照れながら言ってもらいたいです。僕と付き合ってください。いいよね、神奈川県ラジオネーム普通に喜んでニヤって笑ってたね、さやね。ラジオネーム検証ははがきが命さんの作品、海に住む魚の名前をダーリオ先生がセクシーに言います。キス、アイナメ、チンアナゴ。違うのしましま、可愛かったな。可愛いですよね。チンアナゴ。いい、可愛い。愛知県ペンネームドヤミナリスペクトさんの作品、サヤネの目を見つめながら翔太くんに言ってもらいたいです。先輩、今日は僕が攻めてもいいですか。ヌプス。ヌプスで。そうですか。またヌプスで。お願いしますってことかな。ヌプス。尼崎市ペンネーム、ジレッタイの持ち腐れさんの作品、サヤネーの目を見つめながらダーリオに言ってもらいたいです。サヤネー、私の好きって気持ち、本当に伝わってる？ヌプス。どういう意味だよ、ヌプス。どういう意味だ、イエスかノーかなのかな、何なんだろう。どういう意味ですかね。不可中的なやつかな。東京都坪倉の作品、待ち合わせに遅れるダーリオに行ってほしい。もうすぐ行くから、待って、先に行かないで。うん、ポカリです。どういうことですか。待っててってことだから。そうですよね。大阪市ペンネームこっそり八兵衛さんの作品、翔太くんにからかわれながら言われたいです。謎かけ出すよ。アダルトビデオのモザイクとかけて宝箱と解く。その心は、スケベな鈴木ならわかるだろ。まさか俺だと思わなかった。だから箱とかけれるモザイク、モザイクとかけて、どちらも、探しづらいでしょう。探しづらい。探しづらい。なんだろうな。ブブー、何、スケベのくせにこんなこともわからないのか。アダルトビデオのモザイクとかけて宝箱と解く、うん、その心は、どちらも大切なものが隠されています。アウチです。なるほど。なるほど、ね。そうか。本当だ。神奈川県ペンネーム、検証ははがきが命さんの作品、溺れかけている少年を見つけていった命の恩人、さやねえの一言です。さあ、私の顎に捕まって。怒れもう。手切れるわ。さあじゃねえ。手切れる。手切れる。そんなにシャープ？手切れは言うて。